月曜から金曜まで旅に関するおすすめの情報をお伝えしているコーナーでございます。なんか大阪で番組やってるから木曜日はライターでイラストレーターのほんまでんな手塚悦子さんがおすすめするフライングの旅でございますね。あいあいってよくわかんない、そんな感じでもないわ手塚さんおはようございます。おはようございます。なんでいつも登場曲そうだ考えてくれってね、そうそうこれ自分でまたリクエストでロックオロして、6月の3日にこの間の日曜日にですね、うん、あの阪神戦に初めて行ってきました。あ日曜日のゲーム行ったんだ。そうなんですよ、うん、なんかでも初めてあの応援を生で見て感動しました、うん、あもう阪神ファンはねもう根強いからねびっくりしました、うん、でも、うん、あの帰り道にね、うん、友達とやったねって勝ったねって話したら、うんうん、後ろからあの買ったからっていい気になってんなよみたいに言われてそうだよあんまりね、うん、そうだよタイガースファンの方、ねうん、でも私それ聞いて、うん、何をと思って、うん、もっといい気になってやるって思ったまあね手塚さんにも火をつけちゃう、まあ、勝ったのファイターズでございましたからね。そうですね、そうか、あれ必ず7回にね相手チームの応援歌も流れてね、うん、札幌ドームはね、うん、その時にロックオロシ流れてましたけどね、うんうん、けどなんかやっぱり札幌のファンはまだまだシャイだなっていう風にしたので、うん、そんな気したので、うん、これからも私も行ったらもっと声枯れるまで頑張りたいないやでもタイガースファン根強くてね、本当何年か前まではねファイターズファンよりタイガースファンの方が多いんじゃないかっていうぐらい、だったよ札幌ドームの雰囲気は怖さを感じましたけど、今本当だいぶねファイターズファンの方が、ね、増えてきたなっていう感じですよ、阪神戦的にね札幌ドームでもねそんな感じでしたけどね、うん、負けるな負けるなこれちなみにロックオロシ誰歌って中村栄一さんが歌ってるやついろんなパターンがあるの？いろんなパターンだよね、あるんだ、うん、知らなかったそれも、うん、あの原渡り義則さんとかね、いろんな方が立川志尊さんとかね歌ってたり、オマリが歌ってたりも、あえオマリ、聞いたことある、なかなかわからないね、うん、こんなに入れないねなかなかね、はい、じゃあどこ行きましょうか、ですね今回はある像を紹介いたします、ある像、はいモニュメントですね、あモニュメントの像か、はい、パオンじゃない違いますよ、であの旭川駅から徒歩10分くらいのところに、はい、時和公園っていう公園があるんです、時和公園、はい、はい、ここは明治43年にできた公園で、うん、売店やボートの他に神社や美術館まである広い公園で、うん、こう歩いているとそのまま光合成できちゃいそうなほど気持ちのいい光合成ちゃう葉っぱになっちゃう、本当にいい場所なんですよ、うん、でその中にはなんと石碑だけで18個ほどあるんです。おおそう、びっくりしたんですよね、以前私新琴神社に行きましたら、うん、敷地内に石碑が7個もあって驚いてたんですけど、うんうん、今回はまさかの18個もあって倍以上、うん、いやもしねこれあっても17個ぐらいかなと思ってたので、いやいやそうだちょっとその想定もどうなのかなっていう17個ぐらいかと思ったら18個しかもですねそれとは別に美術館付近には彫刻もあるので、うん、もうあの電信柱みたいにちょっと歩いたら立ってるっていう感じなんですでもあの次第に本当ここまであると何がどうでもよくなってくる感じなんですあらららでそんな風に公園内にたくさんある石碑や像なんですが、うん、この公園の一番目立つ入り口のところに堂々と立っているのが、うん、今回ご紹介する長山武四郎の像なんです。長山武四郎、はいはい、はい、これはもう AKB で言ったらこの像はセンターみたいな、ね、例えるねードーンと立ってるんです。でなんでこのおっさんがセンターを張れるの？おっさんってすごい人なんだよ中山武四郎って、あなたすごい人なんだよ、うん、あのまあこのここまでねあのもてはやされてる方にしますとこの方は旭川だけでなくて北海道とものすごく縁の深い人物なんだそうです、はい、そうだよ。であの調べてみますと、はい、長山武四郎っていう人は1837年の生まれで、第2代北海道庁長官や旭川の第7師団長などを歴任して、はい、まあ、トンデー兵の育ての親とも言われるほどの重要人物なんです、ね、うん、で、あの旭川を都会にしようって言い出したのがこの方で、うん、今ではその名字が旭川の地名にもなっているそうです。なんだそこまで知ってんのになんでおっさんって言うのかそ
こまで調べて知ってんのに。こんなすごい人だってね。で、あの、お墓はですね、里塚霊園にあるんですって。ああ、そうですか。うん。で、あの、この像は、昭和42年に北海道100年を記念して建てられたもので、うん、像の高さは3メートル近くもあるっていうから、相当大きな方だったんだなぁと思って。いや、別に実物だけじゃないですよ、これ。そんな3メートル。ただ、ババさんより大きい。で、長山武四郎本人なんですけども、うん、というかですね、私はもう心の中でタケちゃんって呼んでるんですよ。いや、第2代北海道庁長官。ね、立派な軍人だったみたいなんですけど、でも私はこの像を見た時になんとなく幻想的っていうか優しい印象にも見えたんです。できっと私が行った時に像の下にたくさんチューリップが咲いていたせいもあるかもしれないんですが、なんかタケちゃんが三途の川を渡ってしまった直後のようにそうですか。お花畑で。そうなんです。また後ろから 見ますと、うん、こうタケちゃんが着ているコートのはためいた感じがちょうど天使の羽のようにも見えて、召されちゃった感が満載なんです。そうなんです。召されちゃった感。ゆっくり見ますと、このコートがボタンも何にもついていない。これどうやって前止めたんだろうなっていうようなタイプだったので、まあ急いでトイレに駆け込んだ時はちょっと脱ぐのも大変かなと今更ながら心配もしてるんです。ここまで想像したのね。細かいとこ見てんだ。ほんと吸い込まれるように見てしまったんですけど、うん、あ、そうかい。で、この方は1885年に、うん、屯田兵本部長であった時にアメリカやロシアにも出張してますので、一説によるとこの像が見据えてる先はロシアなんじゃないかって言われてるんですが、私にはどうしても旭川市役所とかそこら辺に見えてしまって。まあ間近だとそうだろうな。いろいろタケちゃんについて話してしまいましたけども、うん、この像はなんと長崎平和記念像と同じ方が作ったもう彫刻の作品としてもとても立派なものなんです。そうなんですって。だからこの前通りましたら、うん、どうぞ皆さん旭川の歴史について、うん、ちょっと考えてみてもらえたら嬉しいなと思ってます。なるほどね。タケちゃんしか残らなかった。トイレをどうやって行ったんだろうかとか、そんな話をしながら歴史を考えてくださいって。まあまあそうだね。つい都合のいいように締めてしまいましたが。そうかね。ああそうか、18個もあんだね、石碑ね。そうね、両公園ってとこね。そうか、長山武四郎が3メートルということになってね。はい、そうがね、はい、ということで、はい、今日もライターでイラストレーターの手塚悦子さんのおすすめするこだわりの旅でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。